こんにちは、まちろです。今日ですね、ちょっと午前中に時間が取れたので、本田美奈子さんのお墓参りに行ってきました。本田美奈子さんのお墓に行くといつも元気をもらえるので、もうしょっちゅう行ってるんですけど、まあ年間通してやっぱり春のお墓参りが一番気持ちいいですね。お墓が黒目川の脇にあるので、今だと菜の花がいっぱい咲いてるから、その香りがプーンと漂ってきたりします。で、今日はいつも元気をもらっている感謝の気持ちとお礼を込めて、久々に美奈子さんの大好きなザーサイを持っていきました。ブラックのアイスコーヒーはですね、私が好きだから買っちゃったんですけど、美奈子さん好きですかね？あんまりブラックのアイスコーヒーってイメージないですけどね。まあ後で黒目川の土手のベンチに座って、美奈子さんと一緒にお茶をしている気分で飲んで帰りました。で、今日ですね、お墓の前でお線香に火をつけようとした時に、ありがとうございますって背後から声が聞こえて、振り返ったら美奈子ちゃんがいたんです。まあ今日はちょっと暑くて帽子もかぶってなかったんで、俺もとうとう頭がいかれちゃったかって思ったんですけど、妹の律子さんでした。律子さんって本当に美奈子さんにそっくりで、顔もスタイルも、あとファッションセンスなんかもね。だからちょっとびっくりしました。で、まあ他にファンの方もいなかったので、ちょっとお話ししてきました。去年ミュージアムで妹さんが歌を披露してくれて、その時にあまりの歌のうまさにびっくりしたんですけど、で、その時に妹さんってどんな活動をしてるんだろうってずっと気になってて、まあそういうちょっと聞いてみたかった妹さんの芸能活動のこととか伺って教えてもらいました。で、あと近いうちに楽しいことがあるみたいなんですけど、これは言っていいのかどうなのかわからないので、今はちょっと伏せておきますね。まあ美奈子さんのお母様と妹さんにはこういったお墓とかミュージアムで、もう何度も見かけているんですが、こうしてちゃんと話したことがなかったので、今日はですね、お墓参り行く予定じゃなかったんですけど、行ってよかったなって思いました。今月は今年初の本田美奈子ドットミュージアムの、特別会館がありますよね。今年からちょっとミュージアムの形態が変わっているから、この特別会館はどんな感じになるのか今から楽しみにしてます。まあこの4月の特別会館行けたらまた動画でレポしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。